はい。今日も可愛い筆文字を書いていきたいと思います。ここ最近ね続けてます。今日もひらがなバージョン,バージョンですね。今日は立ちつてとなにぬねのです。えー、今、他かにね、実はね、何回もこのひらがなやってます。今、ポチッと上押すとこ出たと思いますが、えー、今まで2回やってます。2019年、2020年、去年2020年バージョンっていうので上げましたが、今回2021年バージョンで上げてます。で、今まではね、書き口とか差しシーセ全部1個ずつ上げましたが、あいうえー、以外はあの2個ずつ。 今日はだから立ち捨てとと何ぬねので上げていきますのでよろしくお願いします。昔のを見てみたいなって方は昔のも見てみてください。ちょっと違うのもあったりとかしますのでよろしくお願いします。で、こういうね、味のある文字、かわいい筆文字を書けたらいいな、書いてみたいなって方はオンラインで筆文字の講座をやってます。今ポチッと上で押したらブロ,グがいけブログに行けるところがあると思います。そこを1回見てください、えー。詳しくはこの動画の最後でお伝えしますので最後の方聞いてください。よろしくです。 では、立ち位置ってというですね、ターからいきます。ターはですね、ここが太く、ここが細くですね、これをですね、太く、細くです。この,このぐるぐるをですね、こう大きさ、こっちを小さく、左が大きくて右が小さくっていうのもね、よくします、こういうの。であとは、 こういう感じです。ね。こういう感じ。のまよくやります。波を打たしてっていうのも、たですね、まあかんい。一番単純なのは、ぐるぐるっとやって、細く、たですね。こんな感じです。次、ちいきますね。ちも、たと同じですね。ここぐるぐるってやって、あと細くです。これも同じく、左が大きく、右小さくても、 面白いいと思います一回逆もやってみましょうか。こんなのもですかね。で、同じく、波を打たす。こういうのもよくやりますね。チですね。簡単にいくのは、ぐるぐるっとやって、こうです。チーです。ぐるぐるっとやって、チですね。で、この時に、えっ、ー、とね、大体ね、真ん中にやらないですね。こうして。 ぐるぐるっとやって真ん中でこうやらない様にどっちかにこうちょっとずらしますチーですね次ツーいきます2昔と僕昔の動画をちゃんと見直してないんで何とも言えないんですがちょっとごめんなさい汚してしまいましたえっと 昔はもしかしたら上が太くて下が細いってやってないかなちょっとこのパターンもやってますけどこの下が太いパターンもよくやります最近こうですねどっちでもいいと思いますけどね今回は下が大きいパターンでいきます2ですで大きくする場合にはこの筆ペンのこの先っちょを全部使うんですねこうして分かりますかね ここういううういい感感じじでですね次手ですね次手もぐるぐるっとやってあとも簡単に細くですこれも同じようにこうやってこれでもありだと思いますねでも僕が多いのはもうほとんどがこうです 思いっきりぐるぐるっと大きくして細くです。もうあとはさっきまでやったらこんな感じで手ありですね。あんまりこのパターンは使わないですけどね、僕は。でもぐるぐるっとやって、これが一番多いですね。手。これ簡単ですよね。手ですね。次、刀いきます。刀はですね、刀も簡単です。これも昔から変わってます。ぐるぐるっとやったらもうここ細くです。 これも同じくちょっと三角形みたいにしてこれでもいいと思う可愛いと思いますねまあ僕が多いのはもうほとんどぐるぐるっと丸ですとこれも簡単ですよねこうですとです次「な」いきますねちょっとぼくが足りなくなったので補充します な行きます。なあもここが太くてですね。で、くるっ,ってこうです。今見ました？丸の仕方。上から回しました。まあこれ別に下からでもいいですよ。でもどっちも僕やります。これもいいですけど、結構なあの場合も上から回してる方が多いかもしれないですね。 で,最後くるっとで、この時もさっきと同じです。この時にこの真ん中じゃなくてちょっと右寄りで下ろします。こんな感じでね。で、なもここなんでもいいと思いますよ。こんな感じでもいいと思います。じゃ次、2ですね。2いきます。 2も簡単ですね。もうここをくるぐるとするだけです。くるぐると。これだけです。まあ、あの棒でもいいですけど、こうして。2です。でもかんな簡単なのは、こうぐるぐるってやって。これだけで2ですね。これ2です。次。縫うです。縫うがね、僕も。 何回もこれ書いてますがあの、あんまり僕も好き、なんかうまいこと書く、なんかいい方あったら僕も教えてほしいんですが、まあ僕はもうこうして、くるってこれだけです。可愛い,いですか大丈夫ですかね。ここ突き抜けません。普通縫ってこうじゃないですか。ここ突き抜けません。 こんな感じですね。なので、ここだけです。ここ太いから細いよこう、キゅってやって。で、丸を書きながら、くるっとこれだけ縫うです。次、根いきますね。根は太いから細いで下ろします。こうして。で、あとはここ細くこうですね。ここ、こうやってません。 これやってません。もうそのまま細く下に下ろるだけです。ね。太いから細いで下ろして。で、細くてねです。次、脳いきます。太いから細いです。ここだけ太くしたと細くです。 これは難しくないですすすね太いででであと細く回しますこれだけですではもう一度全部を書いてみたいと思います。立ちつてと何ぬねのを全部書いてみたいと思います。たですね。ぐるぐるっとやって細く細く細く。ちぐるぐるっとやって細く。つは下が太く。 手もぐるぐるってやって、細く。頭もぐるぐるってやって、細くですね。で、な、ぐるぐるってやって、ちょんの上から回して、ちょっとだけ。に、ぐるぐるってやって、細くです。ぬ、短く。で、丸を書いて、ぐるっとですね。ね、太い細いで下ろして、細く。 の太いから細くこんな感じです。立ちつてと何ぬねのですね。はいえー、こういうね、あじのある文字、かわいい筆文字で書いてほしいなっていう文書とか言葉とかありましたらコメント欄にお願いします。そのコメントを見て動画を上げさせてもらいます。その動画を見ながら真似して書いてもらえたらと思いますのでよろしくお願いします。最初にも言いました。こういうかわいい筆文字、あじのある文字書いてみたいな書けたらいいなって方、オンラインで筆文字の講座をやってます。えー、概要欄のところ。 タイトルの下のところにブログに飛べるところがあります。そこ、ブログ見てください。えー、講座を受けてくれている人たちの字がいっぱい見れますしまた、そこから申し込みもできますので、ぜひとも書けたらいいな、書いてみたいなって方は覗いてみてください。全員が書けるようになります。書く前から書けない、書けない難しいと思,う思わないでください。全員が書けます。あの字がうまいとか下手か関係ありません。センスがあるとかないとかもありません。あの全部字というのは自分のルール。 思い込みで書いいてます。その思い込みを外すだけで書けますので全員が書けるようになりますからぜひとも書いてみたいな書けたらいいなって方は受けてみてくださいこういう動画他のも見たいな好きだから他のも見たいなって方はぜひともチャンネル登録と高評価いいねを押してくださいこれからもどんどん書いていきますのでぜひともお願いします、えー、今日は立ちつてと何ぬねのなので赤さたんなはひふえをまみむめもで次いきますのでよろしくお願いします今日は以上になります